皆様お待たせいたしましたそれでは第三部朝の看板番組日経モーニングプラス FT のセッションをスタートいたします番組のメインキャスターをご紹介します山田ゆきみさんですどうぞ大きな拍手でお迎えください皆さんこんにちは <laughs> そして 初めまして今、ご紹介いただきました BS テレと朝の日経モーニングプラス FT この4月から八木さんからバトンを受け取りましてキャスターを務めております山田幸美と申します。よろししくお願いいいたしますすさんすごい 人気がすごくてですね本当に皆さんとリアルでお会いできるというこちらもちょっとすごく高ぶっている状態なのでれで見ていたんですけどスタジオ、スタジオ、スタジオて言ってしまいましたホールにもこれだけ多くの方が来てくださっているんですが入りきれないほど多くの方がホールの外にもなんと来ていただいているということでホールの外にいる皆さんも。 声届いてますでしょうか <laughs> 本日はお越しいただき、はい、本当にありがとうございます本当にありがとうございます先ほど山田さんから私が、えー、え4月に、はい、あのー、日経モーニングプラス FT のキャスターのパトンを受け渡したというお話ありましたけれども、ね、実はですね我々はご覧の通り、はい <laughs> これは最近の写真でございますえなんと15年ほど前からの知り合いでありましてえ私が山口県で働いている時に広島県で働いていらっしゃいましてえ系列が一緒だったためにお仕事でそうですねイベントのお仕事で一緒になりましてえそこからあの仲良くさせていただいているということで。 プロ野球を見に行ったり、そうですね。一緒に飲みに行ったり、はすることはね、たくさんあるんですけどね。いつも大体怒っていただいております。年齢がね、二個違うんです。あの、本来ならば、あの、出会った頃の写真を、あの、ここでね、見ていただきたかったんですけれども、いかんせん、あの、コスプレをしている写真でしたので、仕事でございますよ。あの、コスプレをしている写真でしたので、なかなかこう、目線に出すことができずということで、あの、最近もこうやって、一緒に、あの、朝。 あの番組終わりにあって情報交換と、うんね、したりしております、はいろんなことを八木さんから教えていただいておりますとんでもないです、はい、ということで、えええー、ここからはその日経モーニングプラス FT のキャスターである山田さんに進行をお願いしますはいいつもいつも重いんですけれども八木さんからのバトンは引きあのしっかり落とさないようにこの時間も務めさせていただきますということでこの時間のセッションテーマご紹介いたしますこちらです 豊島キャスター流効率的な情報収集術ということでご紹介いたしましょう。BS テレビ東京の豊島宏氏解説員です。どうぞ拍手でお迎えください。こんにちは豊島宏です。いつも BS テレビ東京の番組ご覧いただいて本当にありがとうございます。 そしてお忙しいところこんなにですねいっぱいの方に集まっていって本当に驚いています私もあのそちらの客席にはですね、えー、会社の行事なので何度も座ってるんですがこっち座るの初めてなんで日経ール意外と広いんだなと。 それで今日もですねあの7時5分から「日経モーニングプラス FT」をやってきましたので,で、ね、私にとっては野球、まあ、に例えるとダブルヘッダーの第2試合という<ー>話になります <laughs> そしてまた今日のテーマがですねんちょっと私にとってはすごい苦重いなと思ってはいるんですけれども、まあ、大手町は私にとってホームグラウンドでありますので伸び伸びとやらせていただきます、はい、どうぞおお付き合いいいいくくださいよろしくお願いいたし願たます。 今お話ににもあったようにね、今日も生放送それから番組ご覧の皆さんはよくご存知かもですが火曜日を除く、4曜日、うん、豊島キャスター番組を担当しておりますあの八木さん、私たち隣にいて、はい、豊島さんは知らないことはもう全くないんじゃないかとう、ね、思うほどに守備範囲も広く体力も鉄人級でございまして <laughs> いつメールをしてもすぐ帰ってくるというそんな豊島キャスターがどのように情報収集しているのか さんはもちろん私たちも今回ね知りたいなと思っておりますのでどうぞ最後までお付き合いくださいよろしくお願いいたしますではここから着席してはいお送りさせていただきます失礼いたしますさあということで改めましてね今日のテーマご紹介させていただきます 豊島キャスター流効率的な情報収集術ということで、まあ、あの本題に入る前にまずは豊島さん豊島キャスターってどんな経歴どんなプロフィールでここまで歩んでこられたのかぜひご紹介いただきたいんですがもともとは1986年ですね先ほどもちらっとお話に出ましたが日本経済新聞に入社した記者というのも原点はなんと史上記者。 なんんですよね田島さん市場記者あの普通、市場記者ってこれ読みますよね、はいえー。私の原点は市場記者です<お>というのはですね、まあ、私あの、日経の商品部というところに最初入りまして、まあ、物価担当ですねで、最初に担当したのは、えー、神田市場、そして築地市場。 今はあの太田市場、ええー、豊洲市場ですかね。<はい S 1> そうか、こっちも意味方は今市場というのかな。 ええまあ、そういう生鮮食品の担当が私が新人の時にやった、まあ、そういう意味ではこの市場から始まってだんだんね後ほどお話しますけどだんだん市場になってきたかなというあ<ー> <laughs> まあ感じなんですね。えー、まあそれで、えーまあ、ちょっとお話をねするにあたってあんまり自分のことばっかりしゃべってもしょうがないんですが、まあ、40年近く経済記者をやってきて、まあ、これからするお話はまずですね、まあ、この40年間の日本経済をある程度振り返っていくみたいな。 まあ,部分もあるかなと思って、えー、あえてちょっとお話を終了させていただきたいと思います、はい、スタートが市場記者から始まりまして2年生の時にはまあ、今はね本当に話題の半導体の担当になられたということなんですがはいあのーはい、日米経済摩擦 動機摩擦っていくつかあありまました、まあ、その中に日米半導体摩擦ってのがあったんですけども、まあ、この1987年というのはまあその第一次といっていいかと思うんですねでそこに書いてあるあの東芝機械国務違反事件っていうとお二人はまだ生まれてはいるかなギリギリですね <laughs> あのごのご興味のある方いると思います、はい、あの当時、ココムという、ですね、まあ、いわゆるソ連、まだロシアのまだソ連ですね、まあ、これに対するアメリカが包囲網を引いて、まあ、情報として相当引いたで、東芝機械がそれにちょっと違反するようなことを起こしたんで、当時ものアメリカの議員がですね、ハンマーを持って東芝のラジカスを叩き壊すみたいなこともありました、でその根っこにあったのが半導体摩擦で、私、あの物価担当ですから、半導体の値段を書いてたんですね。 その記事自体がこの日米半導体摩擦のある意味原点になっているということでまあ逆に言うとですねもう通産省も半導体メーカーもほとんどフリーパスみたいな感じで取材ができていた話時代です2年生の時にこれがあったんでまあ今でもよく番組では半導体の話をしたりあるいは半導体メーカーの人とかねお招きしたりしてますけども。 まあ、そうと原点としては、そこに一つあるということなんですね。はいあの先日も半導体材料の、ね、あの企業の社長さんが来てくださって、トップに聞くという。あのコーナーがあるんですけれども、本当に八木さん半導体って。<laughs> 仕組みとかも調べようと思うと、本当に難しい。ですよね。ねなんかいろいろな材料もありますし、<laughs> はい、半導体そのものだけでなく、それを作る装置の関連だったりとか。<え>本当に裾野が広い分野だなと思うんですけれども、<ー>豊島さん半導体に関して、あのすごくやっぱり。 さすが2年目で担当されたということで、はい、その歴史もずっと見てきていらっしゃるす,、ね、すごいなと思うのがあのその時だけでなく、うん、ずっとそれからも取材を続けている、はい、ウォッチをし続けているっというのが流れというのを、ね、本当に常に追っていらっしゃいますよね。うん まあまあ正直言うとですねもう10年、20年ほとんどいじってない時期もあったんですけれども <laughs> そうなんですねま,あまさにあのよく言われますけれども日の丸半導体が世界を席巻していたその時私は知っています、うん、だから今、半導体がですねもう,回もう1回盛り返せるのかどうかとまあそこにどうしても熱が入ってしまうと言ったらいいんですかねまあ,住もあるんですね <laughs>、はい、でよくあの心のふるさとて言うんですけれどもまあ半導体以外にもまあいくつかあって一つは流通です。 でこれはそこにもありますけれども、1990年、まあ、ちょうどあれですね、昭和から平成に変わったぐらいの頃に、大阪に移動になって、流通担当をやったんですが、まあ、いくつかありました、まあ、その一つに、えー、今のパナソニックですね、当時の松下電気産業、えー、ここの系列店組織というのがありまして、えー、ここが解散するというのを、まあ、スーパーの板手がね、まあ、書いたんですけども。 まあその時に取材をした、まあ、後に松下の社長になる森下さんという方が、当時の家電流通担当の役員だったんですが、私の取材に対して、日米構造協議、まあ、そこで焦点となっている系列の問題を意識したということを森下さんはっきりと明言しています。で、この日米構造協議というのも、いわゆる日米貿易摩擦の一つの大きなホットイッシュだったんですね。 あの43代ブッシュ大統領、子供の方ですの頃からあのちょうど始まって、まあ、ちょっと名前が変わりましたけど、クリントン政権に向けて、まあ、いろいろな形で起きた、でこの日米構造協議の中で、一つよく有名なのは、あの大転法というですね、まあ、それまでは売り場面積が500メートル以上の小売店というのは、その地方のです、ね、おのおのまあ、諸行閣議所が多いんですけど、そういうところに審議をかけないといけない、出店規制があったんですね。 でそれがアメリカの,あのいわゆる圧力で、まあ、規制緩和になったということです。まあ、そういう、一、ま、つ、あ、一つの、まあ、現場みたいなものを、まあ、なんていうんですかね、ミクロの視点から取材をしてきたというのが、まあ、私のちょっと変わったところなのかなという感じがしています、はい、その後、金融担当を経て、2008年のリーマンショックというところにいるわけですね。はい えーっとですねこちら、まあいきなりリーマンが出てるんですけれども、はい、2008年の3月にニューヨークにですねあの日系のあの米州総局というところニューヨークにありましてそこのデスクで赴任しました、えー、でその半年後ですね2008年9月15日リーマンショックが起きたということでまあ私、この現場監督としてこの紙面を作った一人ということにはなります。であのー まあちょうどですね、このこ,こから2009 200年の6月ですね、GM、ゼネラル・モーターズが経営破綻するんですけれども、まあ、それまで本当に凄まじいばかりの金融危機というのが起きて、それ現場で体験したものですから、まあ、ある意味、現場に鍛えられたというんですかね、まあ、もう一つは、先ほどあのミクロの視点からマクロを考えたと申し上げましたけど、この頃は逆にマーケットの視点、あるいはマクロの視点から、 ミクロがどう動いてるんだということに気づきをだんだん持ってきたということが大きかったのかなというふうに思いますま。そういう意味で冒頭申し上げましたけれども、ここ40年の日本経済を取り巻く大きな一周にまに、いろんな形、それはもちろんあの深,く深い時もあったし、そうでもない時ももちろんありますけれども、関わってこれたっていうのが、一応私のバックグラウンドにはあるのかなというふうに思ってます。 マイクに持ち帰ったわけですよね <laughs> はいということでここからですね豊島キャスターの情報収集術具体的に、はい、もっと深掘りしていきたいと思うんですがズバリ豊島さんの答えがこちらになります。 日本経済新聞をよく読むなんかちょっと笑いが,笑いが起こってま,す、ね、きましたねどうしてでしょうか <laughs> はいあの、まあ、ちなみにねちょっと聞きたいんですが会場にいる皆さんで日常的に日経新聞読んでますよって習慣にしていますよという方どれぐらいあすごいありがとうございます牧さん多いですねすがとございますよく読んでるという方はどれぐらいいらっしゃいますか<笑><笑>す<い>皆さんもう熟読されているということで皆さんが聞いてくださっております。 であれば以下の話は省略してもいいのかもしれないんですけどもまあすいませんちょっとこういうなめきなことをあ,のあげるとですねまあつまんねえやつだなというふうに思われるのはある意味覚悟しながらまあやってるんですけどもあのまあこれよく言いますけれどもまあ新聞の持っている一覧性というものですねあと日記は電子マを売ってますんで速報性というのはあります。 まあそしてまあ論評もいろんな形で出しているということでまあとりあえずこれ見ていただけばですねあのまあ経済にまつわるものについてはある程度の部分はカバーできるのかなというふうには思っていますまあ作ってる立場でもあったんでねまあそういうことを言ってるんですけれどもまあもう一つそのまあ新聞記者って別に何でも知ってるわけじゃないんですね。 まあさっき申し上げたように私で言えば半導体とかあの流通とか金融とか取材してた部分についてはもうこれ仕事ですので一から調べるまあまあこういうことも言ってあります私大学時代にあの経済学の単位ってのは実は1単位も取らずにあの大学出てるんですけどもそれでも経済記者という仕事を40年近くできるのはまあある意味 大学出ててかからが本当勝負なのかなのという,ふうには思ってま,すまあそれのベースになるのはやはり自分があのそんなに詳しくない分野についてもですねある程度の知識のベースを作っていかないといけないという意味では、まあ、日経を隅から隅まで読むというのがまあいいんではないのかなというふうには思ってまして、まあ、これはですねあの、まあ、私の先輩記者は5年ぐらい上の先輩に昔言われていまだになるほどなと思っているのは。 あのー、情報をつかむときあるいは分析するときに8割は公開情報がベースにすべきではないかと実際自分もなるほどなと、まあ、こういうところでお話しするのは腹に落ちたからそれを言ってるんでして、まあ、もうちょっと多いくてもいいかもしれませんね9割でもいいかもしれませんでこの公開情報っていうのは、まあ、別に企業が発表したあのオフィシャルな公開情報じゃなくて、まあ、日経が書いたら公開情報なんですねある意味。 まあこういうのを含めてベースとしてそれを押さえといてその上でまあ独自の情報を加えていくという話まあ要するに世の中ですねよくあのここだけの話ですがっていうのがありますよねでこれあんまり飛びつかない方がいいと思うんですよ。少なくともあの自分の中であのなるほどとかね確認できたとか腹落ちたっていうんだったら別にいいんですけども。 すすっと乗ってしまうとなかなかあの痛い目に遭ったことは私自身もありますということも言うので、まあ、あえてその誰でも知ってるかもしれないけれども実は誰でも知ってないっていうところが一つポイントになってくるのかなということで、うんまあ、あえて「日経よく読む」というのをですね挙げさせていただいたという次第です。でもまさんその、まあ 朝一番の番組であると思うんですが、まあ、情報収集と、まあ、電子版等からもすると思うんですけれど紙でも撮ってらっしゃるということですよねその紙も実際いつ読んでらっしゃるんですかあの最近なんか忙しくてウィークではあんまり読めないんでだいたい週末にですね溜 <laughs> まった部分を読んでる <laughs> 私も、まあ、去年還暦を迎えましたんで紙の方が頭に入るんですね。 <laughs> もちろんあのデジタルだけの情報もあるのであの画面を通じて読むことの方が情報量としては今多いかもしれないんですけれども、まあ、自分の,のが記憶に残していくっていう意味で言うと、まあ、私は神かなと思ってます、うん、なんかこういうこと言うと本当あれですねでも矢作さん私たちも春ごろに豊島キャスターから日経新聞をどう読むのがいいかというレクチャーも受けましたよね。 私もですか受けましたっけ、私。受けましたあらちょっと新番組でごたごたしておりましてちょっと記憶にございませんが <laughs> <れ>、そうですか、失礼いたしました1面あと、まず3面いくといいよとか、覚えてないですか、あれ、私いましたちょっとす、次に進みましょうか。そして、経済メディアがね、本当にいろいろある中でも、やはり日経というところの理由、豊島さん、改めて、ここにあるというのを教えてください。 あのこの今出てる画面で説明すると、はい、あのやっぱり大きい記事っていうのはですねこれ今1面出してますけども1面のトップの記事はやはり日経として是非読んでいただきたいっていう記事なんですねですからまあ1面もそうですし各面もそうなんですけどトップ記事は日経がこの分野においては今日の一番の記事というある意味評価付けをしてるだからここはまあ是非読んでいただきたいし。 まあ,あとはですね、そのまあ、いろんなテーマもあるので全部っていうのはなかなか大変だと思いますのでご自身のまあ関心レーダーに引っかかっているところということになると思います、まあそれがちょっと迷ったら、まあ、ぜひ、ぜひですね、えー、日経モーニングプラス FT をご覧いただきたいなといそしてもう一つあの皆さんにぜひ見ていただきたいのがこちらなんです戸島キャスターの手帳でございます。<laughs> 田島さんいっぱい書いてありますねあの、はい、私三日坊主でしてだいたい毎年元旦の日にですね今年は日記をつけようとやるんですがまあ最近は1週間間っ試たたしがなない人間なんですね、うん、それでまあそういう人間でもあのここに書いてあるのはあの日米の主要なマーケットの指標数字です。 え左から日経平均ドル円日本の貯金利ニューヨーク原油先物アメリカの貯金利ダウ平均これをまあ20年ぐらいもっとかな、うん、なりますけどもこれ,これだったらあの日記が3日坊主の人間でもですね続くんですね、うんうん、でこれ書くことによってあのなんとなく記憶に残る。 ということで、まあ、やっぱりこのデジタルからデジタルにあの処理をしてしまうとなんか忘れちゃうんですよね。でまあ私これは私だけかもしれませんけども、まあ、これは私の活用術ということであの、まあ、日経の紙面の中にはマーケット指標載ってるところがありますしそれはいつも決まったところに載ってるので、まあ、そこを見ればあのこういった記録もできるとまあ、そういう話です。うんあ 赤いラインが入っていたりちょっと丸のようなこれは何なんでしょうか赤いのはですね、はい、あんまり法則性はないんですけどもあの節目ですね、うん、え例えばこれは何月かな7月の相場なんでこの最高値日経平均がつけたときに赤線を引っ張っていてこれは振り返ってですけどこの4224っていうのが今,の今でも日経金の最高値ですよね7月11でしたね そこういうことにこういうことにやることによって今の相場がどんな位置なのかっていうことも見返してみれば分かるとだかいちいちこのインターネットを引っ張らなくてもですね、うん、あの手元にある手帳でなんとかなるというようなことをやっているととうことです実は私春ごろにそれこそ豊島さんにこの手帳を見せていただいて真似しようと思ったんですが。 あの毎日というのがやっぱり難しくて、一週間くらい溜め込んで、一週間のマーケットを書いたりしてるんですけども。ね、そんな形でも大丈夫ですか、豊島さん、今日真似されるって方はいらっしゃるかもしれません。あ、もう全然、あの、はい、私も、あのそうしてますんで。あ、本当ですか。えー、そうです。はい。自分にできる範囲でやるということですね。あ、あんまり無理をしないってことだと思うんですよね。あえー、まあ、いろいろ手を出しすぎると続かなくなるんで、まあ、少なくともこれだけはみたいなのに絞って。 まあやっぱりまあ今日からでもできる話っていうことであえてこういうのを見せすみません汚い字でほとんど読めないと思いますけどもここういういとをやってはおります <laughs> 私もあの2018年からですかねあの毎日付箋にあの外教を。 マーケットどういう動きをしたのかっていうのを簡単にまとめて付箋でそれをどんどん貯めていくっていうのはやっていておっしゃる通り定点観測といいますかどこにマーケットの,その流れ変わったのかとかいうのを後で自分で見返すのに大変便利だなというふうに思います、ねうん、やっぱりそういったことが本当に重要になってくるかもし、ね、れないので皆さんもぜひされていない方は真似してみてください。 さあということでね時間も本当にあっという間に過ぎておりますが今回のセミナーに応募してくださった皆様からたくさんのご質問を実はいただいたんですね皆さんお寄せいただきありがとうございますその中でも今回はこの番組それから豊島キャスター宛てにいただいた質問で情報収集術というところに絞っていくつかピックアップさせていただきましたので豊島さんに答えていただきたいと思いますまず一つ目の質問こちらです これは、理解した方がいいと思う経済指標は何ですかということです。あの日常的に気に留めておくべき経済指標があれば教えてくださいとこれ、本当に多くのご質問を皆さんからいたただきましこれだけ見れば分かるっていうのがあったら私もそういうの欲しいなと思ってるんですけど <laughs> なかなかそういうち出の小槌みたいなものはないんですね。 でまあ、よく私、申し上げているのは、まあ、いきなりマニアックなものを狙うよりもやはり王道から行った方がいいんではないかと、まあ、経済指標で言えば例えば GDP ですねあるいは CPI 消費者物価といったもの、まあ、アメリカだったら雇用統計というのは非常に今大事になっている、まあ、こういったところを抑えた上でまで、あ、自分なりの,このベースというか座標軸というのを作った上でです、ねまあ、それでちょっと周辺に手を広げていくみたいな形がいいんではないかというふうふに思っています。 で今週はですね、まあ、ちょうど今晩、あのアメリカの雇用統計の新しいのが出てきて、うね、もうマーケット詳しい方は皆さん、もうそんなの知ってるよって話だと思うんですけども、あのー、その前哨戦のように関連統計っていうのは今週いっぱい出てます、で昨日だったかな、あのー、アメリカのジョルツという統計があって、まあ、ここでは求人数が出るんですね、でこれ、コロナの、あのー、ピークの頃は1200万の求人、これもほと空前絶後の求人だったんですが、 まあそれが今回出てきたので800万割れまでもう3分の2になっちゃったということなんですねこれ自体がまさに雇用の動きっていうのを表していると、まあ、それと今晩出てくる雇用統計が方向性が合うのかどうかそれは蓋を開けないと分かんないんですけどもまあそういった周辺の部分をいきなり攻めるんじゃなくてやっぱり王道をまずきちんと抑えた上でまあ自分の えー、先言った座標軸というか相場感というのかですね、まあそんなものを作っていっていただければいいんではないかなとこんなふうに思ってます。先ほどのね日経平均や指標を毎日書いているのと同じで、本当にまずはベーシックなところを抑えるというところですね。ただその金融政策の転換点になってから注目され始めた指標だったりとか、その普段は。 特に何もなければこうスルーされていてにわかにこう注目されてくるようなものもあると思うんですがこの辺りの対応ってどうしたらいいんでしょうか。まあそれはどうなんでしょうかね一過性というのもありますからね何とも言えないなと僕は思ってまして、あのーまあ、本当今晩出てくる雇用統計もその結果次第なんですけれども。 あのまあ、先月出てた発表になった分っていうのが指数率四4.3まで急にポーンと上がったんでもうこれは不況入りだみたいな話になってますけど今度また下がったりするとねまたどうなのみたいな話になりますよねだそういう意味で、まあ、そういうのを含めてですねやっぱりベーシックなところをきちんと抑えておかないとその雑音に惑わされるっていうと雑音にしてしまった人には申し訳ないんですけども。 多分そう、じゃなないかなと思うんですねで今日あのすいませんあの、お題が効率的な情報収集というテーマなのに <laughs>、ね、全然効率的じゃないじゃないかというご批判を受けそうだなと思いながらしゃべっているんですけども、まあ、さっきちょっと申し上げましたけどうち、まあ、での小づってないんじゃないかなというふうなのは僕の実感でですす、はい、ありがとうございますでは2つ目の質問です。 豊島キャスターの一日が知りたい。<laughs> 番組の事前準備は何時間ほどかけていますかと。ご質問が届いています。<laughs> 豊島さんの一日。はい、はい、あの。七 <laughs> 時五分の番組スタートなんですけれども、ええ、もちろん準備がいります。で、特にニュース関係はその日のうちにやらないといけないんで。 えー、4時半にいつも最初の会議を開いてそこで OS そのメニューは決めちゃいますそこから動かかななないいと間に合わないって話なんですねでそこら逆算すると,、えー、と大体二時半午前2時半ぐらいに起きてで3時半にタクシーに乗って、まあ、大体30分で会社を作ってるんですけども、まあ、この30分間があの私にとってはコアタイムみたいな感じになってて。<laughs> あのまあ、縦横ですね今、いろいろな情報はありますけれども、一通り目を通し、日経もばーと目を通して、でそれで、まあ、どういう順番かというふうなのを決めていくと、まあ、ほぼこれを毎,毎営業日ですね、まあ、やってるっていう感じです、でもちろん、特集とか事前に仕込めるものは、前の日にいただあの当日のアメリカの市場の決算だったりとか、FMC の時とか、今みたいな夏時間はいいんですけど、冬時間大変ですよね。 まあこれは本当に嫌ですねもう7時5分っ決まってるんでそこまでに何とかしないといけないもんですから、まあ、あの頑張ればできるっていうものと頑張ってもできないものがあるので、まあ、その辺はすいませんちょっと冬時間が若干情報の入りが鈍いかなって見てる方はお気づきかもしれませんけれどもそういう需要です。<laughs> でもね今お話しいただいたのはこう生放送に向かう準備じゃないですか私、驚いたのが放送が終わって例えばあの今度ゲストにいた来ていただく社長さんとの打ち合わせっていうのが事前にオンラインであったりするんですねそういった打ち合わせ用のメモも作られたりとかあと当日の台本とかのチェックより良い情報を伝えるためにっていうそういういチェックも豊島さんもされていたりとか準備常にしているんじゃないかって私は感じております。 そうですね。私あの今夜の番組で、局に入るのが大体夕方5時だったりとか。まあ、それよりちょっと後だったりするんですけど、たまに豊島さんと会うんですよね。あ、本当ですか。まだいたんですかと。早く帰ってください。早く帰ってください。会うたびにそういうふうに言っております。はい。ありがとうございます。では、三つ目の質問です。番組を発信する立場から、投資の判断、そして資産運用を進める上で。 番組をどう活用してほしいでしょうかというはい、えー、とこれはニケモーニングプラス FT のケースで申し上げますとあの番組として先取りというのを意識してやってますで例えばですね NVIDIA 今非常に話題になってますけれどもちょうど1年前ですね去年の5月の決算というのが最初の NVIDIA 祭り、まあ、決算発表で株価が暴騰したっていうことなんですけど まあちょっとさっき申し上げたように半導体は私いろいろウォッチはしてるんでなんか変だなと思ったんですよねで1週間前にその決算のポイントっていうのを番組で先取りで解説をしましたでそれ以降ですねまあ結構定点観測的にやっていて今回は8月28日に決算発表がありましたけれどもあの番組では前週の23日に4分ぐらいだったかなあの見どころ解説というのをやりました、はい まあこのようにで,すねあのまあできるだけ少しでも早いタイミングでファクトですねそこまでに分かっているファクトをどういうふうに整理をするのかまあ一部、もちろん専門家のコメントなども交えていきますけれどもまあビッグイベントの前の準備あるいはその手がかりにぜひしていただければいいかなというふうに思っていますはいあの旬な情報はオープニングであったり特集としてはもちろんなんですがやはり放送中に。 動いていいててたりり新しく出てく出る情報というのもありますよねそういったものも CM 中に豊島さんがこうたくさん調べてあのエンディングの部分であの新たに解説をするということもありますので番組ぜひ最後の最後まで見ていただきたいななんていうこともね思います。 実際にあの iPad を番組中持ち込まれて、はい、あのいろいろその最新情報に関しては英文の記事などとかも含めてですね、利島さんが全部その場でバーっと読んで解説してくださったりとか、そういうふうなちょっとスリリングな時もね、実際あったりもしますよね。<laughs> <laughs> なかなかすごく利島さんあの本当に CM の間ずっと iPad 見ていろいろと準備されてますよね。まあ貧乏症なんでしょうね、多分。<laughs> なんかやっぱりあの。 時間があれば、まあ、ギリギリまでやらないと、まあ、よく申し上げるのはあの空振り三振はいいと思うんですね見逃し三振はしたくないなとそれちょっとね本当にさらにお時間も迫ってきたんですが1つだけもう1つあのキャスターの皆さんが行っているルーティーンはありますかという質問もいただいたので一言ずつだけいただきましょうかじゃあ誰からいきましょう私からいこうかな。<laughs> なんででいいですか私で <laughs> えっとまずは起きたら私も大体2時半から3時の間ぐらいに朝起きるんですけれどもまあアメリカのダウとか数字を見るのととりあえず先物を見ますなんかもうとにかく先物 <laughs> 番組前も先物 <laughs> 暇さえあれば先物っていう <laughs> 結構先物をチェックするのと朝起きたらまずは昨日の夜の『日経ニュースネクストを見て、うん、WBS を見て。 そして、番組は、もうさてを見ながら、準備しております。はい、八木さん、お願いします。はい、えっと、私のルーティンなんですが、私はまず、朝起きたら。モープラを見ます。はい、<laughs> 大変、簡潔にまとまっておりますので。今朝、何があったのか、昨日の夜か、何があったのか、というのを、すぐに。あの、把握することができるので、モープラを見る、というの。とあと、皆さん、先ほど、その、先取りをした、うん。 あのコンテンツ意識してるっていうお話あったかと思うんですけれども一歩先ではなく半歩先なんですねなので自分たちのそのち入れた情報が新しいうちにあのご自身の投資だったりとかビジネスに役立たせることができるという本当にあの絶妙なところの情報をくれるのが「モープラだというふうに私自身思っていましてあの朝一番でモープラ見ましてその後ですねあの子どもを保育園に送っていったりとかもしなくちゃいけないのであのえっ、ー、と オンデマンドで、ええー、猛査定を振り返りまして。はい、まあ、そんな感じですかね。だいたい朝のうちに情報収集という形ですね。えーえー、早いうちにということですね。では、最後に、としまさん、お願いします。あの、私、あんまりテレビ見ないんで。<laughs> <laughs> いや本当そうなんですけどみま,ませんほとんど最近見てなかったですけど自分のオンエアも実は見てないっていう怖い状況なんですけどもあのじゃあ何やってるかっていうのはあのさっき日経よく読むみたいな話をしましたけれども例えば電車に乗ってる時とか、まあ、いう時でもスマホぐらいいじれますよね。 でこれ面白いなとかこれはちゃんとチェックした方がいいなと思うようなるという感じですよね後で見るしそうすると保存になるじゃないですかあとツイッターも私は結構やってるんですけれどもあのブックマークっていう機能がですねいいねだと他の人に何をしたかって分かってしまったりするんですがなんか最近それがなくなったとかっていう説もあるんですけども。 ブッククマークだと自分しか分かわらない要するに自分のための保存箱みたいな話になってくるんで、まあ、ちょっと気になった話みたいなものはとりあえず1回貯めておく、うん、でもちろんですねツイッターも玉石混交なんで危ねえなと思ったやつは全部確認をしない限りは番組ではえばしゃべられないにもちろんしてますけども少なくとも気づきみたいなものはできるだけ、まあ、こう広く取っていった方がいいのかなというのが、まあ、ルーティーンといえばルーティーンなんですかね。はい さあここまで情報収集術をお聞きしましたが最後に豊島さんに心得というところを聞いておしまいにしたいと思います。 あのちょっと改めて心得というのもなんかすごく不損な感じがするんですけども、まあ、とにかく日経平均がです、ね、8月の5日でしたっけ4451円安とかね、まあ、その後急反発したりもうなんか非常にどったんばったしてるなっていう感じだと思いますただこの、まあ、皆さん円高株安ってされているわけですけど去年の年末の値を見るとですね日経平均は3万3464円。 でドレルン,、まあ、ンちょっとだいぶ近づいてますけどまだ円安株高なんですよね。でこの先ですね自民党総裁日本の総理が誰になるかまだ分かりませんよね。 き今日の小泉進次郎さんはかなり堂々とやってたなという感じは私、見ててしたんですけども、またアメリカの大統領選挙もね、トランプさん勝つのか、ハリスさん勝つのかもようわからんと、非常にわからないことはいっぱいあるんですけれども、ちょっと右往左往ばっかりしすぎてると、ですね本当に先ほど申し上げたような自分の座標軸みたいなのを失うことになりかねないと、そういうことからですね、あえて言えばなんですが、ここに出てますね。 レーダーは高くも萎縮しすぎずというのをちょっと掲げたいなと思っていましてまあレーダー高くもっていうのはできるだけアンテナ高く情報を幅広にやっぱり集めておいた方がいいと思うんですねただそれで萎縮ばっかりして何もできないっていうのもどうかなとというのはさっきあのリーマンの話を申し上げましたけれども1990年代後半の日本の金融危機 そして2008年から始まったアメリカの金融危機ですね、アメリカ初の金融危機、これ2つに共通点があって、それは不動産バブル崩壊なんですね、特に住宅です、住宅のバブル崩壊がやはり金融システムに直結して、それを壊したと、まあ、そういう意味ではちょっと中国が今、心配なんですけれども、じゃあ、現在の状況がどうかというと、リーマン、現場で見てた人間から言わせると、やっぱり違うなと思います。 まあそこにいく可能性は僕はもちろんゼロではないとは思いますけど現状でそこまでビクビクする必要はないんではないかというふうには考えています、まあ、そういう観点からですねあの、まあ、いろいろ情報を整理したりあまり負けませんけどねよっぽど状況が変わればすぐ変わったっていうふうに言うのが、まあ、ジャーナリストの良心だとは思ってますんでそういうふうにはしますけども今どうかというふうに問われればここにまあ加減させていただいたイメージなのかなというふうに考えています あの豊島キャスター、そして八木さんからバトンを受けた私 <laughs> さらにあの日経モーニングプラス FT は7人のレギュラーキャスターで朝一番の情報、そしてこの日、この先に役立つ情報を少しでも分かりやすく丁寧にということでこれからも努めてまいりますのでぜひ引き続き朝のルーティンとしていただけたら幸いですあの本当に、ね、本日はお忙しい中お越しいただきましてご視聴いただきまして本当にあありりががととううごござざいいままししたたありがとうございました。